この名曲をですね、今度はですね、この名曲を坂本さんのリーダーで聴きたいと、うん、え、知ってるんですか？何でもうんってそうで分からない多分あれが来るだろうあれ、分かるんですか？イントロの、あ、そうだね、汗をかいてじゃない、これじゃないこれの、そうだね、カセットグループがあって大久保君っていうの、大久保君じゃない似てんだろうと、当時似てたって、似てたの、パンダさんの奥さんがここに行った時に、俺向かって、おくくんパンさん、坂本さん、あ、坂本くんぐらいに言って、俺も坂本の時に風の最初のデビューの今、音がしてんだけど、音がジャケット見て、似てると思って、本になった時も、うん、音が顔見て、あれ似てんの俺たち、実は広島出身です。あ、向かいだ、向かいってんだっけ。いや、今、ね、脳の手術してるかな、入院してるの、リハビリ中。じゃあ、それやってみますか。これクソさんだよな。はい、おさんじゃねえか、罰金ものじゃねえか。カップさんってね、ダメだよ。カップさんってはね、別力別力カップ1、カップ3あと2個あると別力これでしょ。石川さん泊まってる頃に、ね、佐田君のツアーで飲み場所が石川さんこれ振るわけよ。ただ最初やるわけよ。途中で突然あの人もがきちゃってこっち行っちゃうと突然似てるんだよ、イントロがね。カレスっていう曲と違うんだよ、カレスっていうちょっとあるんですよ、演歌ですね。演歌で、これと似てるんですよ、イントロが、ね、誰の話ですそっちの演歌の方行きましょうか。わからないけどじゃあ、チャームだよね。わがまま聞いてくれるな。
らしいですね。ありがとうございます。じゃあ5分休憩して、素晴らしい、本日のメインをちょっと本日の